今期2023年夏アニメ、この新作がやばい、私の幸せだけコーン。はい、どうも、リフトです。というわけで、今期2023年夏アニメ、なかなかね、厳しい話題が続く中で、まあ、正直、盛り上がりに欠けるなと思っている中で、この新作がやばいと。もう、この新作今期あって、ほんと良かったというね、私の幸せな結婚、ワタコンについて今回は語らせていただきたいと思います。ということで、この作品に関してはね、まあ、結構感想動画も頻繁に上げてまして、前回6話とかも、感想動画上げさせていただいて、めちゃくちゃ神回だったというところでね、ほんとベタ褒めさせていただいた中で、今回ですね、なんていう動画を上げたかっていうと、もう僕が思ったよりもさらにですね、人気がやばすぎるというところで、これについて、まあ、いろいろと、まあ、データとかもね、交えながら話していきたいなというところで、皆さん、どうですか？ワタコン見てますか？ほんとね、本地新作で言ったら、人気で言っても、評価で言っても、間違いなくもうぶっちぎり一番なんじゃないかなというところでですね、まあ、なかなか意外とね、この、なんか人気、なんかその売り上げとかと、評判、面白いとか、いうのがね、完全に合致するみたいな、意外となかったりするんですよ。うん、例えばね、まあ、夏アニメ、それこそ1年前ってリコリスリコイルとかも、やっぱ人気とかでもぶっちぎり一番あったけど、評価だってちょっと分かれたりとか、ね、秋アニメ言ったら、もう秋アニメはボザロとかはまあね、チェーンソーとかはまあ売り上げがすごい、まあとかあったりとか、ボッチザロックと言ったらまあ、外もうどっちも一番ぐらいだな。うん、っていうとこあったり、冬アニメだったら、大人の天使様がね、結構評価分かれてたんですけど、もうめちゃくちゃもう超人気だったっけ、円盤も売れたし、原作も売れたし、ね、っていうとこ、で、海外も人気だったり、みたいな、等もありましたし、で、もう一本とかね、超面白いんでね、売り上げないとかね、困ったやつもあったりとか、まあ、春で、まあ、前期は割とまあ順当だったですね、まあ、推しの子とかね、まあ、超人気で、まあ、評価もめちゃ高くて、みたいな感じで、まあ、意外と長い、一致ない時もあるんですけど、このワタコンですね、まあ、これ僕前ライブ放送でちょっと勘違いというかね、これ文庫本なんですよね、この私の幸せな結婚、小助なる原作で、オリコンの僕ランキング見て、僕ラノベのランキング見てたんですけど、文庫本の方に入ってて、しまったぞというとこで、今回ね、何がやばいかというと全部やばくて、原作売り上げ、海外人気、配信人気、もう全部やばいんですよ。まあ、円盤がやばいかもしれないっていう感じぐらいで、はい、というとこで、まあ、ちょっと変わっていきたいと思うんですけど、まずね、ちょっと今まであんま包括してこなかった、原作売り上げについて、まず話したいなと思うんですけど、まあ、これに関して言えばね、ラノベっていうと、やっぱ前々期ですね、2023年冬アニメ、まさしく冬のクールだと言ってた、冬で大人の天使様がですね、もうめちゃくちゃ売れたとね、いう話で、この前ね、上半期のラノベ売り上げも上げましたけど、やばかったっすね。もう、めちゃくちゃ売れとるやんけって。まあ、ロシア漫画よりはね、やっぱその市場規模はラノベって小さくなっちゃうんですけど、アニメ効果で爆発売れと。んで、大人の天使様円盤もね、すごかったよな、5000枚以上売れてね、もうほんと すげえ人気だなって、人気も来るなとか思ってるんですけど、はい、ってなので、ワタコンね、どうかっていうと、そう僕ね、なんかランキング入ってないからあんま売れてとか思ったらラノベの方僕見てて、これ文庫本の方に入ってるんですよ、オリコンのランキングも。うんで、今7巻がね、刊行を7月にされてるような感じなんですけど、もう現時点でもね、14万5000部とかね、売れてるというところで、もうランクもね、入りまくってんですよ、本当に。うん、っていうところで、まあ、今時ね、ラノベ原作のアニメってめちゃくちゃ多い中で、まあ、圧倒的ですね、うん、一番に売れてるというところで、で、まあ、14万5000部って言ったら、もうひょっとしたら漫画よりも売れてるっていうところ、まあ、ちょっとしたっていうか、そうですよね。まあ、クラス、規模感で言ったら、もう本当、どうだろうな。待って、10万以上って言うとね、もう相当なんですよ。本当に。うん、まあ、推しのことが超えてる。ブルーロックとかね、この辺超えてるんだけど、うん、どうだろうな。規模感で言うとね、難しいです。本当漫画のだからめちゃくちゃ売れてるような作品。うん、今期のアニメで行くと、今期はね、漫画原作もね、本体とか漫画原作が結構少ないのかな。まあ、呪術とかやっぱ売れてますよね。うん、明らかに。カノカリとか売れてんすよ、これ。カノカリとかにもワタコンって売れてて、もはやね。うん。とかね、まあ、ブリーチとかめちゃくちゃ強いタイトルは超強いからな。ゾーン100とかも売れてるし、うん。どうだろうな。あんまでも今日、今期漫画原作ないから比較しづらいけど、うん。っていうところで、まあ初動的で言ったらね、チェーンソーとかと一緒ぐらいですよ。怪獣8号とかで売れてるんじゃないか。まあそういうような、最近の企画だったね。うん、ような感じで、まあすでに累計売り上げも14万部、うん、いってるというところで、結構期間もですね、ランキング入ってて、うん、ガンガンね、まあだから前期でいうラノベ版の推しの子ぐらいな勢いで、売れてるっていうのが、このワタコンでですね、すごいね、いや、ラノベで10万部ってえぐいって、マジで。うん、そうだね、初動が6万8000部とかあったね。すごいですね。アニメ効果でガンガン売れて、もうすでに倍以上売れてるっていうような状況でですね。
本当にこのラノベの売り上げランキングとしても年間でこう上位に入ってくるようなレベル感ってか上位に入ってきますねこれ。え待ってこれ上位絶対入ってくるんじゃないこれ。ラノベだって年間じゃ上半期の1位が38万部とかだったかな、うん、だったんで、すでにその最新刊だけで14万部売り上げてって考えたら年間で下手したらトップに来るぐらいの勢い、うん、ぐらいで売れてるっていうの爆売れですねこれ、うん、ってすごいなっていうのが、まあ、まずその原作売り上げっていうところなんですけど、で、まあ、続いて、まあ、これ結構取り上げて、まあ、海外とか配信人気っていうところで、まあ、海外人気、うん、っていうところに関しては、まあ、アニメトレーニングでねこの前初めて1位取ったりとかっていうところでもう人気やばいぐらい上がってます。キャラ人気で全部取ったしね1位っていうところで、まあ、ワタコンってねもう工藤くんっていう、その、めちゃくちゃかっこいいんですよ、主人公っていうのかな、その男性キャラが。もう超かっこよくてね、まあ、それに惚れたみたいな声もたくさん聞くんですけど、まあ、ちょっと悲劇的な、すごいシリアスな、ね、感じの作品でですね、まあ、そんな、厳しい過去を持った、ね、主人公、そのミオちゃんっていう子が、まあ、幸せな結婚を掴み取るまでの話っていうところで、まあ、この作品進んでくるんですけれども、やっぱその辛いところからのその幸せまでの描写っていうのがたまらなくてですね、それだけじゃキネマストラさん、クオリティもめちゃくちゃ高いし、そのストーリーの下としてめちゃくちゃうまい。ほんと2話ごとに神回来るぐらいの勢いでですね、今来てて、6話もまたやばかったんですけれども、実写はね、なんかいろいろ評判なんか割れたらしいんですけどね、なんだったのみたいなぐらいの勢い、評判めちゃくちゃいいっていう、僕も超面白いと思ってると。いうながら、配信もですね、まあ、今季、まあ、呪術がやっぱ一番人気なんですけど、まあ、この呪術1位はやっぱひっくり返んないと思う、どうやっても。そういう人気みたいな意味で、評価はわかんないけれども、その人気みたいな意味でやっぱどうやってもひっくり返んないかなと思ってるんですけど、ワタコンね、その呪術の次なんですよ、全体で見てもね。っていうところで、ブレイチとかよりも人気みたいですね、無職とか。っていうところで、まあ、無職もかなり上がってきてるかな。っていうところでですね、配信もネットリックスとかね、特にこう、バーンってすごい毎回上位に入ってるような感じですけども、人気もめちゃくちゃ高くて、見てる人もどんどん増えてんじゃないかなっていう感じ。ではないんですけど、一番やばいのは原作売り上げなんじゃないけど、原作売れててですね、もうびっくりしました。はい。っていうところの、話でですね、まあ、海外も、まあ、非常に人気人ですし、まあ、人気ってずっと人気ですね、海外もずっともともとトップ3がいたんですけど、ね、海外でもこんなウケるんだって、そこはちょっと僕正直びっくりしたところあったんですけど、めちゃくちゃウケてますし、まあ、配信もね、もう超人気、もう、配信は、ね、結構割とすぐにボンって上がってきたんですよね。まあ、多分実写とかやってたら、まあ、知名度みたいなのもあったんでしょうけど、もともとね、シリーズ累計700万部って非常に人気作品だったのは間違いないんですけれども、アニメここらもめちゃくちゃ売れてるっていうところで、まあ、ちょっとね、舐めてましたね本当にワタコン面白いけど人気はそんなめちゃくちゃ出るタイプじゃないんじゃないかと言って、まあ、確かに盛り上がってるかってその盛り上げるタイプのなんかその系統の問題ね、これに関してはどうしてもさ、なんかそのゆりゆりしてるなんかその下先みたいなリコリスリコイルみたいな感じとか、例えばボザラみたいなその音楽系とか、まあそれこそスポーツとかバトルとか、やっぱどうしてもこういうなんかあれなんていうのさ、派手めとかそういうなんか可愛さが詰まりまくってる先にやっぱそういうある種の人気が出やすいところがあるんですよね。とはいえめちゃくちゃ人気出てます。それはまあやっぱ間違いなくストーリーの強さでもあるし、やっぱクオリティの高さはねこれすごいあると思う。だってやっぱ主題歌もねめちゃくちゃいいんですよね。ねリリアさんオープニングとかも超かみ、エンディングもめちゃくちゃいいんですけど、はいっていうところで、でまあねワタコはね結構えぐいんですよ本当に。もう主人公とかもうめちゃくちゃいじめられるわけ、ひどいんだこれもう。っていうところでね、主人公の妹のかやちゃんっていうのもとんでもないキャラクターでね、さくらあやねさんって言って、五等分の姉の四つ葉とかさ、俺ガエルのイロハスとか、基本めちゃくちゃ明るいね、これ僕大好きな声優さんなんですけど、超、いやそのかやちゃんっていうキャラやってるんですけど、もうめちゃくちゃうざいわけ。ふざけんなってなるぐらい、ほんとに嫌なキャラクターもいるんですけど、そこがそこでやっぱね、こんだけ嫌なキャラ描けんだぐらい、ぐらいもうお前感心したぐらいの凄さなんですよ。やっぱそこでやっぱすごい魅力的なキャラクターも何人もいて、やっぱそこの対比がね、すごいですし、これやっぱね、ほんと白煙にふさわしいし、で、もう僕は思ってるさらに人気が出るというところで、まあ、今回ね、取り上げさせていただきました。またもこの評判をね、聞きつけて、今季はワタコマ見てますっていう人もいると思うんですけど、呪術の無職だけ見てるみたいに結構聞くんでね、これワタコマジ見てほしいです。ほんとにね、この見る価値しかない、作品だなと思いますし、でも恋愛ものとかあんま得意じゃないって人でもね、またそっち系統が違う。まあ、ある種和風ファンタジーみたいなとこでもあると思うんですけど、異能っていうね、ちょっとまあそのファンタジー的なフィクション的要素もね、しっかり絡んできたりするような作品ではあるんですけれども、そのやっぱ圧倒的な脚本と、やっぱこのクオリティ、あと構成っていうところで、見事にね、こう、まあ、ちょっと表情の変化とかもさ、うまいわけ。っていうところで、はい、評価はね、もともと高かったんですけど、さらにこう上がってる、めちゃくちゃね、こう原作売り上げも、配信、海外人気とかも、人気でですね、やばいことになっているというところで、今回ね、
取り上げさせていただきました。はい、もっと6話もね、最新話もめちゃくちゃ神回で、もうボロ泣きしちゃったんですけどやっぱね、結構まあある種ね、ストレス耐性がいる作品でもあると思います。まあ結構最近ってやっぱ流行りやすい作品って言ったらね、こうまああんまストレス感じずに、ね、見られるっていうタイプ多いです。特にラノベ原作とかナローアニメみたいに言われる小説家になろう原作、まあ、無料の小説投稿サイトなんですけど、そこの作品って結構こう本当ノーストレスで読める、なんかうつ疲れとか来たらなんか露骨に PV とか減っちゃうとかみたいな話も聞いたことあるんですけど、うんっていうところの中で結構しっかりこうこのシリアスな部分、うつな部分を出したりで面白いと出してくれた作品ってやっぱ本当に面白いんですよね。もちろんノーストレスでもすごい気楽に見えるし、疲れが癒されるとかいい面たくさんあるんです。だから配信でも結構上にいるんですけど、やっぱこういうなんていうんだろうな、その辛いところも合わせた上で面白さを出してくれてやっぱすごい面白い、素晴らしいなっていうのを思ってますし、はい、これね、またこう、まあ、6話以降、まあ、7話、ここからですね、7話からどんなね、話を展開してくれるのか、うん、非常にね、楽しみだなと思います。原作今7巻ぐらいなのかな、うん、っていうところで、はい。めちゃくちゃ出てますね。7巻でこれでやばいです。シリーズ累計700万部って、もうとんでもないことになってるんですけど、はい。まあ、引き続きね、楽しみでしたね。そっか、音楽エヴァンコールさんやってんだ。それいいね。はい、っていうところですね。まあ、引き続き楽しみですけどね、もし見てない人はぜひね、これを機に、ワタコン、一緒に楽しめたらなというふうに思ってます。はい、ということでね、今回の会場となります。まあ、今期ね、新作もともと原作人気が一番だったんですよ、ワタコンって。うん、なんですけど、どうなのかなと思ってた中で、こんだけこう素晴らしいもの見えて本当によかったし、まあ結構新作ね、他ってやっぱ厳しいけど、やっぱ中堅どころが多いみたいな、ね、印象、別に悪い作品ばかりとかはないんですけど、はい、というながらこんだけね、こう今期盛り上げてくれてもう最高ですね。いや本当これ本期にあってよかったと思ってますし、早くも2期もね、やっぱ1期で完結は原作もすでに続いてる作品ですから、今もね続いてる作品ですから完結はできないと思うので、ぜひね2期も早くも待ち遠しいという感じでございました。まあぜひね、見られてるかとかね、感想なコメントとかまた、お待ちしてますし、また、ね、引き続きバタコンとか、まあ感想動画とかもね、上げていく回あるかもしれませんし、それ以外もね、まあ、今期今どんどん動画上げていきますので、ぜひこの機にチャンネル登録、高評価も、しますと嬉しいです。ということで、今回のが以上としたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。